続きましてね、あの、こちらなんですけど、これもね、喜んでいただけると思います。ちょっと待ってくださいね、これ。上のね、この段ボールのね、この光の調節をちょっと今もやってるんですけどね。これね、ほら、外すとこういうことになるんですよ。うっとしがられるんでね。ごめんなさい、ちょっとこれが限界みたいですね。ごめんなさいね。また今度まとめてね、さっきの動画とかでも言ったんですけど、あの、壁にね、あの、僕ポスター専用のあの、なんていうんですかね、あの、 入れ物みたいなの持っていて、それをね、あの、このポスターを何枚か何十枚か入れて、ほんで見終わったら下からシュッと抜き出してね、あの、1枚ずつスライドするような感じで、ちょっとまたそういうのをやらせていただきますんで、あの、そのね、入れ物がちょっと今取り出せないんですよ。で、あと、ね、あのー、まあ、私のね、あのー、ライブ配信なんかはね、こんなゴミ動画ばっかししてる僕の人気のない動画がね、 人がライブ配信してどないすんねんっていう話なんですけどね。もうちょっとしたらライブ配信とかもさせていただきますんで、あの、それに、その時にね、あのー、このゲームのやつをまとめてね、あの、非売品ポスターこんだけ持ってるんですよっていうのをね、やらせていただきますんで、3000枚から5000枚持ってますんでね。 え、先ほどの動画でも言ったんですけど、ゲームが8割。ほんで、芸能関係、まあ、歌歌ってる方、芸能人が1割。ほんで、アニメが1割なんですけどね。ほんで、今回ね、あの、なぜか芸能のやつをちょっと出したみたいなね。そん中にもね、ちょっとあのー、ゲームが混ざってるみたいな、ね、これ多分ね、ゲームバージョンのジョジョやと思うんですけどね。うん、あの、黄金の、 風かなんか書かれてますね。で、これ、またんよでごめんなさいね。これ、ジョジョがね、ゲームだろうが、ゲームじゃなかろうが、この、ジョジョという絵で喜んでいただけると思います。このポスターね、うん。ちょっと足でごめんなさいね。これもね、右と左手でね、この、あれ、あの、これをね、遮ってますんで、足でしかちょっと対応ができないんですよ。ごめんなさいね。うん。まあ、こんな感じになってますね。これ一回ね、見せたらね、あの、 マニアの方にね、1000円で売ってくれ言われたんですよ。これも無料のね、あの、店頭の、えっ、ー、と、反則ポスターやと思うんですよ。で、これがね、ダブってたら僕はあげてたんですけど、ただでこれダブってないんですよ、確かね。これものすごい、あの、欲しがってました。うん。今でもオークションで出したら多分ね、500円にはなると思いますよ。多分ね、ほんとこれ綺麗なんですよ。あの、角っこが折れてるとか、あの、なんもないんでね。でも、 これをね、えっ、ー、と、見した時のね、もう、鬱陶しい人がね <laughs>、その人じゃないんですよ。あの、僕のこの、写メを見してですよ。これ、パっャゃって昔撮ったやつあったんでね、デジカメみたいな、僕こんな持ってるんですよ、見たら、あのー、まあ、話に終わってきて入ってきたんですよ。あのー、そんなに仲良くもない人ですよ。まあ、でもそれでもね、まあ、まあ、いいじゃないですか、ね。話してたら、うわーすげえ、ジョジョ奇妙だ、ジョジョ奇妙だって言うんですよ。ジョジョ奇妙って何みたいなね。 え、ジョジョ奇妙って何って言ったら、え、知らんの知らんのあの、あれやで。略してジョジョ奇妙って言うんだけど、知らないのみたいなね。いやー、ていうか、お前の存在、存在自体知らないよ、みたいなね。普通にジョジョの奇妙な冒険家ね。ジョジョって呼びゃいいじゃない。ジョジョ奇妙まあまあいいですわね。その人と二度と会うこともないんで。 うん、まあ、この場でね、名前を言うつもりもないんで、<laughs> うん。多分その人が言ってるだけやと思うんですけどね、ジョジョ奇妙なんてね。うん。その人の頭の中がジョジョ奇妙やと思うんですよ。はい。こんな感じでね、まあ、しょうもない話もちょっと踏まえてしまったんですけど、またこういうね、あのー、反則ポスターみたいのをどんどんね、あの、紹介していきたいと思いますんで、あのね、結構ね、これ右手と左手がね、締めてきた。<laughs> これ。 上でねこの光を下げてるんでね結構これ軽いもんでもずっと持ってたら重たいんですよまたね私の動画のね内容のこういうポスターのねあのアップがいいと思ってくださる方ぜひあのチャンネル登録と片手でごめんなさいあの登録の方あコメントの方よろしくお願いいたします。